うみ TV。あんたのアミゴトキムラミです。どうもこんにちは、今日は私ですね、福島県の羽鳥湖の近くに来ております。そして今日の相棒はこちらアピオジムニー JB23、 こちら最終型になります。今日ね初めてこの子で一緒に旅に出ているんですけれども、なかなかホワイトボディが可愛いでしょ。ジムニーの新型も今ね巷で走ってるのをちらほら見かけるようになったんだけど、そうね、私個人的には JB23 の最終型が結構好みです。このなんかこう丸っぽい感じがすごい可愛くてね、好きなんですけど、はい、今日ですねジムニーで行く湯あみ旅の撮影です。はい、ジムニープラスというジムニー専門誌があるんですけれども、ジムニープラスの中で私の連載コーナー湯あみ旅、日本全国つつうらうらジムニーちゃんに乗って温泉巡ったり、ランチのご紹介をしたり旅のコラムを書いております。発売日はまたSNS でご紹介いたしますので、SNS のフォローもぜひよろしくお願いします。旅の模様をアップしようと思います。そしてじゃーん、見えるかな、今回初めて一緒に湯あみ旅に参戦してくれたクラブマンも今日は湯あみ旅に一緒に来てくれました。お楽しみに。旅はまだこれから始まったばかりなので随時動画を撮ってアップしていこうと思います。じゃーん、超寒い。まだね3月入ったけど、こんなに雪が残ってるとは思わずにちょっと薄着できちゃったので寒いです。じゃあ ランチタイムです。アピオジムニーちゃんです。そしてじゃーん、 BMW ミニクラブマン。はい、 BMW ミニちゃんです。いい感じ。ご飯食べてきます。イエーイ、アミ TV。真っ白、超雪景色です。もう今3月なんで、あー雪が入った。今もう3月なのに雪まみれです。さすがアピオジムニーちゃん、ここまでは掘れたんですけどもう入りません。ここから奥入ったらやばそうなんで、あもう3月なのに、さすがだね。スノーアタックしてます。スノーアタック。ちょっと行ってみたい気持ちもあるけど、今回やめときます。脱出不可能だったら大変なんでね。じゃあ次行ってみよう。
すごい景色のいいところ。そしてじゃ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 ーん、風車が回ってます。どこだ、ここは何林道なんでしょうか。天栄風力発電所、天栄って読むのかな。風の谷、小玉の森、天栄っていう場所なんだね。そしてここら辺にいるのかな。こんなに雪が残ってます。あ、林道も優しい石ころがいっぱい、こういう感じの石ころがいっぱい転がってる感じで快適に走りました。次行ってみよう。こちら、この奥かな。私今日はここ初めて来るので、どんなお部屋かめっちゃ楽しみです。かなりね、ここの温泉いいって定評があるそうなので、今日もね、朝早かったから、ではお部屋の中ご紹介。じゃあ見て、ひなあられがついてます。で、なんでしょうこの箱は。じゃじゃん、ぶどう氷だって。へえ、硬い。ほんと氷、ガラスみたい。飴玉かな。伝統お菓子ぶどう氷、いただきます。あ、あ、なにこれ、柔らかい。外側サクサク、中ぽよぽよ、ゼリーみたい。これすっごい美味しい、かなり好きかも。お土産で持って帰ろう。一個残しとこう。お疲れ様です。今日も一日、全ての撮影を終えて今お部屋に帰ってきました。今日はね、朝早くに東京出て、午前中には福島県に入ったかな。それから福島県つつうらうら撮影に回って、さっきで今日の撮影は無事に全て終了したので、これからゆっくり温泉に入ってまた明日の撮影に備えようと思います。もう結構いい時間なので眠いですというわけで、今回の動画はですね、ジムニーで行く湯あみ旅、そして BMW ミニで行く湯あみ旅、その撮影ちょこっと皆様に見ていただきました。また次の動画もお楽しみにしててください。またあの発売日が近づいたら SNS で皆様にご案内いたしますので、ぜひ SNS、Facebook、Instagram、Twitter、あとアメブロもやってんだけど、フォローお願いいたします。 YouTube のチャンネル登録もぜひぜひよろしくお願いいたします。というわけで、今日もアミ TV を見てくれていつもどうもありがとうございます。ではまたお会いしましょう。バイバーイ。アミ TV、 おやすみー。